コジです。今回は令和4年2022年9月上旬にハードオフで購入したものを紹介していきたいと思います。まず最初に9月1日になります。最初に行った店舗はハードオフ行田店さんになります。自分ハードオフ十字開店なのかなと思ってたんですけども、ハードオフ行田店さんの場合は10時半からとなっておりますので、もし行かれる方は、ご注意していただければと思います。1点目がゲームキューブのソフトになります。それがこちらです。ハリーポッターとアズカバンの囚人ですね。価格がちょっと見えないんですけども500円で、下の方に税込みで550円と書いてあります。ゲームキューブのソフトもある店舗とない店舗があったりするんですけど、ある店舗の場合よく見たりはするんですが、価格がやっぱりどれも高かったりするので、今回550円ということで購入してきました。2点目がディスクシステムになります。それがですね、こちらですね、中山美穂のときめきハイスクールになります。で、価格がこちらもちょっと見えないんですけど500円で、税込み550円になります。はい、これは前から探していてようやく見つけました。はい、で、駿河屋さんとかには あったりするんですけども、こちらのディスクだけ買おうとするとそこに送料がかかったりするので、見つけたら購入したいなと思っててようやく見つけることができました。これが行田店さん入ってすぐのところにあったので、もうそこで取って確保しました。ハードオフ行田店さんでは以上の2点ということになります。はい、それでは続きになるんですけども、続きまして、今回もですね、9月1日にお伺いしまして、ハードオフオフハウス羽生店さんにお伺いしました。こちらではですね、ゲームソフトとあとホビーフィギュアですねを購入してきました。ジャンクのソフトをお金になります。最初のソフトなんですけども、最初のソフトは Wii のソフトになります。それがこちらですね、仮面ライダークライマックスヒーローズダブルですね。価格が100円になります。このお値段ということはなんですけども、ジャンクになります。ここら辺が傷ありだったり、あとはちょっとここが割れてる感じです。はい、で、説明書なしですね。それで100円ということでした。で、もう一本ですね、 Wii のソフトになります。こちらもジャンクになるんですけども、こちらですね、仮面ライダークライマックスヒーローズのオーズですねになります。こちらは、割れないんですが、説明書なしとなっております。で、今開けて気づいたんですけども、これダブルですね見てなかった。あ、こっちオーズだちょっと誰かがやっちゃったんでしょうね。はい、これでダブル、ダブルですね。で、オーズ、はい、これで戻りました。大丈夫です。はい、で、価格が100円ですねとなっております。はい、続きまして、ファミコンになるんですけども、こちらもジャンクですね。こちらになります。麻雀ですね。はい、で、このタイプなので昔のファミコンのソフトになります。で、価格が100円です。汚れありですね。楽しめればいいかなと思っております。で、自分は今ちょっと、集めてるのはこの昔のタイプのファミコンで、初期が多分88で箱に16タイトルぐらいあったと思うんですけど、それをちょっと集めたいなって思うようになってきております。無理せず集める感じにはなると思うんですけども、はい、1本だけジャンクじゃないやつを購入してきました。それが、ファミコンなんですけども、こちらですね、ドラゴンバスターになります。で、価格が500円となっております。
まあ、金色なんですが傷は多めですね。はい、まあ、でも剥がれはありますね。はい、ありますね。はい、でもこの価格だったのでね、ありかなと思って買ってきました。久しぶりにちょっとやりたかったので。で、最後に、ホビーフィギュアになります。自分はこれは、集めておりまして、何体目かな、4体目ぐらいになると思います。それがですね、こちらですね、はい、羽川翼さんですね。はい、偽物語です。はい、ちょっとこれは色落ちしてるのかなと思ったんですけども、まあ自分は開けて飾っちゃうタイプなので、ちょっと箱だけはまとっとこうとは思うんですが、まあ、開けて、飾ろうと思っております。はい、はい、ということでですね、ハードオフオフハウス羽生店さんで購入したものは以上になります。今回も9月1日にお伺いしました。ハードオフ125号古賀東店さんですねにお伺いしました。こちらでではですね、3本、購入してきました。最初に Wii のソフトになります。それがですね、こちらですね、ドンキーコングリターンズです。で、価格が330円になります。ドンキーコングシリーズは自分はスーパーファミコンではやっていたんですけども、まあですね、Wii ではまだやったことがないと思うんで、ちょっと値段的にも気になったので購入してきました。で、続きまして、プレイステーション2、PS2 ですね、のソフトになります。それがこちらですね、 007 ナイトファイヤーですね。で、価格が550円になります。これはピアーズブロスナンさんですよね。はい、ああそうですね、ピアーズブロスナン。はい、でしかも4人対戦可能となっておりますね。はい、007シリーズで結構ね、ここも高いんですけど、この500円台の値段であまり見たことないので、買ってみようと思いました。はい、最後に不明なものです。これはジャンクですね。ちなみにこの2つもジャンクになっております。はい、続いてセガサターンのソフトになると思うんですけども、ちょっとですね、わからないんですよ。お見せした方がいいと思うんですけども、こちらですね。はい、で、価格がとりあえず550円です。はい、で、何も貼られていなくて、後ろも特に品番といったらここの数字ぐらいなんですけども、で、これを見てもしかしてと思ったのが、以前購入したものがあるんですけども、それがこちらですね、セガサターンの拡張ラムカートリッジですね。で、こっちの場合だと6709032A となってるんですけども、後ろの番号が6705847と同じ番号なので、もしかしたらこれなのかなと、こちらなのかなと思っております。ちょっと一回ね、これは試しに、まあ、動画にしてもいいぐらいなのかな、動画にしてもいいのか、まあ、しなくてもいいぐらいなのかがね、ちょっとね、わからないんで、まあ、ちょっと悩んではいるんですけども、まあ、珍しいなと思って購入してきました。はい、ということでですね、今回ハードオフ125号、古賀東店さんにお伺いしまして、こちらの3点を購入してきました。はい、それでは続きになるんですけども、次はですね、9月2日ですね、ハードオフ真岡店さんにお伺いしまして、購入してきました。まず1点目が Wii の付属品になります。それがですね、こちらですね、Wii のハンドルですね。こちらが価格が220円になります。一応これジャンク扱いになっていました。はい、で、マリオカート8を買ったのでね、ちょっと
やってみようかなと思いまして、購入してみました。続きましてこちらはファミコンの互換機になります。ちょっと前から見てて気になっていたので購入してみました。それがですね、こちら、カセットインサートゲームプラスポケット9ですかね。はい、になります。で、価格が1100円ですね。で、本体があって、コードでテレビにつなぐんですけども、カセットを本体に挿すという形になってるみたいです。ちょっとね、気になってたんで一回開けてみます。説明書と、あとモノラルの端子ですね。本体。すごい、ここモニターかと思ったらシールでしたね。すごい。で、こちらは電池を入れるんですね。で、あとはオンオフ。で、こちらは特になく、あとは多分これスタートとリセットでしょ。これなんでここにやっちゃったんだろう。すごい邪魔なんですけど、ここら辺欲しかったですね。それだったら、まあでもいけるかな。ちょっと購入してマージンを刺します。ここはね、ちゃんとしてるなと思ったのは、ホコリが入らないようにちゃんとカバーはついてるんで、それはいいかなと思うんですけど、入りますね。で、この横が AV アウトですね。これをね、実況の時に使えたら楽かなと思って、これでちょっとやってみようかなとも考えてはいます。はい、こう抜く時がちょっと怖いですね。ああ怖い、バコン抜けますね。ちょっと怖いな。そう、互換機のやつって結構バーンって抜いたりするタイプが多いと思うんですけど、そう、あそこら辺の優しさがあればね、もうちょっとねいいなとは思うんですけど、まあ安く仕上げるって考えると、まあ、しょうがないのかなとも思ってしまいますね。ちょっとやっぱりこれでやろうとすると、まあ予備ソフトでやりたいですよね。綺麗に残しておきたいソフトだとここら辺がやっぱね擦れちゃうと思うんで、ちょっと怖いですね。はい、ということでですね、ハードオフ蒙果店さんで購入したのは今回は2点ということになりました。はい、続きになるんですけども、先ほどですね9月2日に蒙果店さんにお伺いしたんですけども、そこから何店舗か本当は回っていたんですが、購入するものがなくてですね、9月12日になるんですけども、同じくハードオフ蒙果店さんにお伺いしまして購入してきました。最初に Wii のソフトになるんですが、それはこちらですね、428でいいんですかね、読み方、封鎖された渋谷でという作品になります。で、価格が500円になっております。これは前から気になってたんですけども、他の店舗だと1000円以上してたので、ちょっとなぁと思ってたんですけども、蒙果店さんでは2つ置いてあって、2つとも500円だったので、まあいいかなと思って購入してきました。ちなみにチューンソフトさんですね。はい。続いてのソフトも Wii になります。それがですね、こちらですね。踊るメイドインワリオですね。で、価格がちょっと見えづらいんですけども、500円になっております。はい、ワリオシリーズ自分知ってはいたんですけれども、ワリオソフトでやったことがないので、まあ、手軽なのでなんかないかなと思って今回こちら購入してきました。3点目なんですけども、ジャンクの棚をですね、こう覗いた時に目が合ってしまいまして、購入してきました。それがですね、こちらですね、ポスクマです。ちょうどこの目線が合ってしまいまして、
何なんだろうと思いながら。ボスクマは日本郵便のキャラクターです。クマのぬいぐるみの郵便屋さんとして今日も現金配達しています、書いてありますので、まあ、日本郵便のキャラクターだと思うんですけども、まあ、素材は陶器となっているんですね。で、結構ずっしりきてるんです。ちょっとね、開けてみたいと思います。あ、コップだったあ、このクマの陶器が入ってるとばっかり思ってたら意外と可愛いこれいいですね。あ、でも300円か。ちょっと悩むな。これからの時期ね、まあ、温かいものを飲むようになると思うんで、まあ、これはちょっとでもありがたかったかな。はい、ということでですね、今回はハードオフ蒙花店さんに連続でお伺いしまして、はい、今回は3点購入してきました。はい、それでは続きになるんですけども、今回はですね、9月14日になります、ハードオフ小山花垣店さんにお伺いしてきました。こちらの店舗は初めて自分お伺いしまして、すごい綺麗でしたまあ、他の店舗さんが汚いとかじゃないんですけども、店員さんの方に聞いたら最近オープンしたということでした。まあ、車で行くにしてはちょっと遠いかもしれないんですけども、でもまた行ってみたいなと思うような店舗でしたね。はい、まあ、最近オープンしたということでですね、今回はちょっと多めに購入してきました。はい、最初はファミコンのソフトになるんですけども、こちらですね、バーコードワールドになります。サンソフトさんですね。で、価格が550円となっております。これは税込みですね、税込み550円となっております。はい、ちょっと汚れ、周り汚れがあるんですけれども、まあ、全体的には綺麗かなと思ったので購入してきました。2点目がですね、これは自分持ってるかなと思いながらもすごい綺麗だったのでちょっと買ってきてしまいました。それがこちらですね、ジャリンコチェアですね。で、価格がこちらも550円になっております。ただこの絵とか上の部分とか後ろもなんですけども、すごい綺麗なんですよ。以前もしかして買っていたらもうちょっと焼けてるジャリンコチェだと思うんですよね。で、ジャリンコチェ3本あって1本はやっぱり焼けてる感じ、赤いのでどうしても色が抜けてる感じがあって、もう1本も、3本のうちの2本目は同じぐらい綺麗でしたね。はい、結構これはいいなと思いました。まあ、もし2本持っていたら、自分の知り合いに、プレゼントしたいとは思っているんですけどね、ジャリンコチェが好きな友達がおりますので、はい、3本目がスーパーファミコンのソフトになるんですけども、3本目はこちら SD ザ・グレイト・バトル新たなる挑戦ですね。で、価格がこちらも550円になっております。まあ、こちらは SD 系なんですけども、こう見た感じ、まあ、ジオングがいたりね、ジオングでいいのかな、あ、ジオングだね、ジオングがいたり、マザクいたり、他にもショッカーいたり、こちらは多分ね、あの相棒の方がねやられてたやつ違うかな、あとこっちゼットンかな、間違ってたらごめんなさいですね。で、これはちょっと裏焼けありなんですけども、まあ、ちょっとね、気になったので購入してきました。で、続いてもスーパーファミコンになるんですけれども、それがこちらですね、少年アシベになります。で、価格が550円になります。あの価格帯でいうと1000円超えちゃうとちょっとなって悩んだりするので、まあ、今回はですね、この500円台、
を購入してきました。ちょっとですね、お楽しみが、まあ、自分に対してなんですけども、お楽しみがあるので、それは最後に取っておきたいので、ですね、じゃあちょっとジャンクの商品からご紹介したいと思います。ジャンク1本目がファミコンのソフトになるんですけども、それがですね、こちら高橋名人のバグってハニーですね。いつも思うんですけど、高橋名人これなのにピンク色のカセットなんだっていつも自分は思ってました。はい。で、菊池さんですね、サイン入り、内側に書かなかっただけまだいいです。もう1本あったんですけど、もう1本はこちらに書いてあったんで、この菊池さんの方を選んで購入してきました。価格が330円ですね。はい。で、これがジャンク1本目になります。ジャンク2本目がこちらですね、エキサイトバイクになります。自分子供の頃これをずっとやっていました。面をですね、いろいろ作ってやっていたんですけども、もう変な面ばっかり作ってましたね。はい、またやりたくなって買ってきました。で、価格が220円になります。こちらはもうジャンクなんでね、汚れまくっているんですけども、まあ、動けばなと思って接点復活スプレーをつけてちょっと動けばやってみたいと思います。で、ジャンクの3本目が、これがプレイステーションのソフトになるんですけども、こちらですね、ハリーポッター賢者の石です。で、価格が220円になります。まあ、ハリーポッターの賢者の石は、賢者の石かな、ゲームキューブの方で何本かハリーポッターの方持っているんですけども、そうですね、今月1本ですね、こちらのゲームキューブの方でアズカバンの囚人の方も購入しておりますが、プレイステーション版の方で、今回購入してみました。こちらの方は絵柄が、まあ、可愛らしいイラストチックな感じとなっておりますね。で、続きましてジャンクの4本目が、Wii のソフトになります。それがこちらですね、マリオ&ソニックアット北京オリンピックですね。そう、この競技数を見て、あ、面白そうだなと思ったんで買ってきました。はい。で、続いてジャンクの付属品になりますね。自分前にですね、あれば買ってしまうものの一つとして挙げていたものなんですけども、それがこちらですね、ディスクシステムのラムの方ですね、になります。価格が330円になります。あれば購入していたりもします。ただですね、最近なんかヤフオクとかでも見ると結構買う方がいっぱいいてですね、購入できなかったりするので、まあ、久しぶりにようやく見れたなと思って、購入してきました。前まではね、本当に結構な数が青箱の中に入ってたんですけど、最近もうあんまり見ないですね。ちょっとこれはジャンクで傷が結構あるんですけども、付属品といったらここだろうっていうメーカーのものを見つけたので買ってきました。それがこちらですね、堀の、これはですね、こちらなのでファミコンだと思うんですね。堀エレクトリックCO、 あ、これ会社か。型番が、おいじさん見えないな。型番が HJ10 ですね。メイドインジャパンと書いてあります。まあ、連射機だと思うんですけども、まあ、動けばね、いいと思うんですが、あ、そう、価格が330円ですね。はい、になっております。まあ、ファミコンで連射をするやつだと思うんですけども、まあ、こちらを使うとしたら、もし動くんだったら、これジャンクなんで動くか分かんないんですけど、まあ、連射系のね、ゲームをちょっと変えればなーって思っているんですけども、まあ、スターソルジャーとかその辺になると思うんですけどね。はい。まあ、ジャンクで見つけたらちょっとそちらも買ってみたいと思います。もう一つ、付属品
になるんですけども、これはですね、今月やっぱり1個購入していたんですけども、本命はこちらでした。はい、こちらです。はい、Wii のですね、ハンドルで L ルイージモデルになります。はい、これが欲しかったですね。はい、価格が330円です。スイッチ版のここにスイッチのコントローラーを入れるハンドルは1400円台で売ってました。はい、間違えて買いそうになったんですけども、はい、無事ジャンクコーナーにこちらがあったので、買ってきました。でですね、ちょっと自分にご褒美というほどのことをやっていないんですけども、まあ1ヶ月ですね、ゲーム配信、まあ休みですけども、まあ続けたということで、ご褒美のものを購入してきました。それがですね、プレイステーション2、PS2 ですね、ソフトなんですけども、こちら、仮面ライダー正義の系譜ですね。で、価格が880円になっております。前から欲しかったんですけども、前のところはこの倍の金額だったので1000円超えで、って悩みながらね、我慢していたんですけども、今回880円ということで購入してしまいました。はい、やってみたいです。はい、これはね。で、こちらもジャンクじゃないんですけども、もう一本ジャンクじゃないやつで、こちらつながりになるんですけども、それがですね、Wii U のソフトになるんですけども、こちらニュースーパールイージ U ですね。これはちょっと価格を言うのが怖いんですが、自分としてはすごい金額になります。はい、2200円です。別でソフトをいただいたんですけども、まあほぼ傷なしで、別店舗でも別のハードオフさんでもニュースーパールイージは見てるんですけども、まあ、必ず傷ありって書いてあったりするので、今回この状態だったらと思って、ご褒美という意味で購入してきました。はい、こちらとこちらですこちら違うのかいって言われそうですけど、まあ、これが一番メインとなります。はいはい、以上でですね、令和4年2022年9月前半にハードオフで購入したものということになりました。久しぶりになるんですけども、まあ前回前々回かなはちょっとですね、近隣の栃木県内ということだったんですけども、今回は久しぶりに埼玉県とかですね、茨城県の方に行ってですね、購入してみました。ということでですね、今回の動画は以上になります。またお時間があればご視聴ください。それでは失礼します。